ここまで通信について詳しく見てきましたが次にデータの蓄積について見ていきましょう現実世界で収集したデータをインターネット空間に送信しインターネット上にデータを保存・蓄積させることになります IoT ではインターネット上のクラウドサービスを活用しデータを蓄積することが主流になっています クラウドサービスのメリットとしては初期費用が安いということですまずはお試しでスモールスタートトライアル導入といった非常に安価な形でスタートできるという特徴があります導入期間も極めて短くインターネット上から申し込んで即利用可能となります運用や故障対応時などもすべてクラウド事業者がやってくれるため手間もかかりませんし やめたくなった場合は即解約でき資産の除去産業廃棄物処理も不要です一方自社サーバーの場合はデータの取り扱いを機密性高く管理でき運用の自由度も高いですがクラウドサービスでも機密性柔軟性が高まっているため IoT ではクラウドを利用することが主流になっていると言えますデータを蓄積させたら 次はそのデータを分析しますまず可視化をすることがデータ分析の最初のステップです。グラフやチャートとして可視化することで作物の生育状況や機械の稼働状況を正確に把握できたりこれまで気づくことができていなかった問題点に気づくことができるようになります。可視化するだけでなく蓄積されたデータを 分類したり蓄積されたデータから将来を予測したりすることも IoT では期待されています機械の稼働状況から部品交換の適切なタイミングを予測したり農場の温度や湿度といった環境情報と生育状況を組み合わせ農作物の収穫量を予測したりします次に2つのデータの間に 関係があるのかないのかを分析する作業相関分析です例えば売上と気温の関係や肥料の量やタイミングと生育状況の関係を分析します2つのデータに関係があるのかないのかどのような関係があるのかどういったデータとどういったデータが関係しているかを見つけてそこから戦略策定に向けた仮説が立てられます これらの分析には人工知能 AI の活用も期待されています各業界で AI による音声認識画像認識も実用化されています AI の機能もクラウドサービスにおいてさまざまなサービスが提供され手軽に利用できるようになっています IoT 機器で収集したデータの分析が終わりました 次にやるべきことはデータ分析の結果を現実の世界へ反映する、活かすことです。まず最初は分析結果の通知です。実際に現場にいなくても機械が止まっています、ビニールハウスの気温が高すぎますといった通知をスマートフォンやタブレットから受けることができます。次に事業戦略への活用です。 データ分析の結果から売り場の中でどのように広告を行うかなどデータの分析結果を活用して次の打ち手に生かすことができます農業で言えば前回は肥料が多すぎた今回は少し肥料を減らそうというような過去のデータを分析してその結果を未来に生かすということもできます3つ目はリアルタイムに何かを自動制御することです 例えば気温や土壌の水分量に応じて自動的にスプリンクラーを作動させたり機械が止まったら自動でブザーを鳴らしたりすることができます自動化を進めることで作業工程に少人数でも対応できるようになるミスが減るコスト削減できるなどの効果が期待できます